エグゼクティブアウトカムズとは、かつて南アフリカ共和国に存在した民間軍事会社。現代型民間軍事会社の元祖とされ、後のブラックウォーター、USA などの PMC の基礎ともなった会社である。20年続いたアンゴラ内政を1年で終結させるなど目覚ましい戦果を挙げたが、 強力な軍備を持った会社に危機感を抱いた南アフリカ共和国政府により1998年に解体された。イカ本校ではエグゼクティブ・アウトカムズ社を、栄社、民間軍事会社を PMC と呼称する。旧南アフリカ国防軍第32大隊の下副司令官中佐であったイーベン・バーローによって1989年に設立された会社である。 設立当時は、フレデリック・ウィレム・デクラーク政権によって、アンゴラ、モザンビーク、南西アフリカとの国境紛争が終結した上、アパルトヘイトの廃止及び軍縮を行うことが宣言されており、後に大統領となる、アフリカ民族会議のネルソン・マンデラにより、第32大隊をはじめとした、特殊部隊や情報機関である市民協力局の解散を要求。 結果南西アフリカ警察隊不正規戦部隊がナミビア交渉の駒として解体され、第32大隊についても1993年3月26日の解体まで徐々に規模を縮小していた。そこに目をつけた英語社は、旧南アフリカ国防軍、南西アフリカ警察隊不正規戦部隊に所属していた兵士を採用、特にバーローが副司令官を務めていた第32、 大隊などの精鋭部隊に所属していた。彼らの多くはアンゴラ内戦などで家族や財産を失い逃げ延びた南アフリカの旧国防軍に配属された後に職を失った黒人兵士だった。軍事顧問や指揮官には彼らを指揮していた白人将校や歌士官が主に雇用されていた。また南アフリカ人以外ではウクライナ人のヘリコプターパイロットや整備士が 採用された。さらに、1994年に、ゲリラ集団から正当となったアフリカ民族会議の戦闘集団であった民族の槍に所属していたものも採用している。エオ社は20以上の民間軍事会社を保有する、南アフリカの鉱山開発会社 SRC 社の子会社となり、共同経営者のトニー・バッキンガムが経営する、石油会社ヘリテージオイルや、 鉱山開発会社ブランチヘリテージグループとも、緊密な関係を持つ。最初に、エオ社が参入したのは、アンゴラ内戦である。内戦が一段落した1992年に、第二次国際連合アンゴラ検証団監視の下選挙が観光され、アンゴラ解放人民運動が勝利したが、これに対しかつての対立相手であった、アンゴラ全面独立民族同盟が反発し再び、 紛争が勃発した。1991年のソビエト連邦崩壊と1994年の南アフリカのネルソン・マンデラ政権樹立などにより多くの国が双方への支援を停止した。政府側 MPLA は北部の油田、UNITA は南部のダイヤモンド鉱山を戦闘の資金源に求めたことにより内戦は資源戦争に変化する。 そこで、エオシャは1993年に政府側 MPLA と契約を結び、アンゴラ正規軍の訓練及び UNITA に対する相当作戦を実行、結果 UNITA 側に壊滅的被害を与えて、UNITA を和平交渉に応じさせることに成功し、1974年以来20年続いた内戦を1年で終結させた。しかし、 この内戦はもともと米ソ大理戦争の性格が強く、エオ社の雇い主である MPLA は、ソビエト連邦及びキューバといった共産権の支援を受けていた。そのため、UNITA を支援していたアメリカ合衆国を、はじめとする国連の圧力により、政府側はエオ社との契約を打ち切ることとなり、代わって国際連合が国際連合平和維持活動を行うことになった。 ところが、平和維持部隊は、UNITA 側との講和及び武装解除に、失敗し、2002年2月22日の、UNITA 指導者、ジョナス・サビンビ暗殺を契機とした同年4月4日の、停戦合意まで内戦は継続され、アンモラは長期にわたる、泥沼の戦いにさらされることとなった。シエラ・レオネ軍と、グルカセキュリティサービス社員の集合写真次に、投入されたのは、 シエラレオネのシエラレオネ内戦である。この当時革命統一戦線は、虐殺や略奪を重ねながら、東部州など広範な領域を支配下に収めており、さらなる構成で先に展開した PMC である、グルカセキュリティサービス社は、ロバート C ・マッケンジーを殺害され、遺体の一部を食われるなど、大きな被害を出し撤退してしまい、首都フリータウンも、陥落寸前の状態であった。 1995年、エオ社は、ルフ支配下の鉱山の採掘権入手を目論む、ブランチヘリテージの支援を受け、シエラレオネ政府と契約した。エオ社はシエラレオネに300人の部隊を投入し、ルフが選挙していたダイヤモンド鉱山の奪還に成功、平和交渉の席につかせることに成功した。その後シエラレオネは、クーデターや選挙を経て1996年3月に、 アフマドテジャンカバーによる文民政権に移行したが国際世論の反発を受けてエオ社との契約は打ち切られた。1997年1月にシエラレオネを退去する際にエオ社はカバーに100日以内にクーデターが起きることを警告していたが5月にルフと連携した軍事革命評議会がクーデターを起こしたことによりその警告は現実のものとなる。事後の処理は エオシャと近しいサンドラインインターナショナルに任されることになったが、その後も息を吹き返したルフによる殺戮が続く事態となった。この2つの内戦の他にも、モザンビーク内戦やコントラ戦争、カンボジア内戦、さらにイラクや今後民主共和国、パプアニューギニアにおける内戦にも関与していたとされている。一時的ではあるが、少人数精鋭で内戦の選挙を変える。 民間軍事会社の登場は世界に少なからず衝撃を与えた。後にシェブロンをはじめとする多国籍企業など大口顧客を獲得することとなり、1997年に元ネイビーシールズ隊員であったエリック・プリンスが設立したブラックウォーター USA をはじめとした民間軍事会社の流星のもとともなった。この名声に目をつけ、エオ社の名を語って、 業務受注を目論む企業が次々に現れたこともあり、エオ社は、紙面疎下の状態に置かれた。結果、エオ社は、外国軍事援助規制法における非合法企業として認定され、1998年末に解散した。イーベンバーローは、その後軍事コンサルタントとして、アフリカ各国で活動し、大学や軍学校において、安全問題の講師を務めるほか、 ブログや雑誌での執筆活動もしている。2009年には民間軍事会社ストテップインターナショナル社の社長に就任している。2004年にエオ社と関係の深い傭兵のサイモンマントニック・ドゥトワがイギリスの経済人の要請で赤道ギニアのクーデターを計画するが事前に発覚し逮捕される。この事件はマーガレット・サッチャーの息子であるマーク・サッチャーが関わっていた。 エオシャ元社員のラフラス・ルーティンとビル・ペルザーが経営しているエオシャの姉妹企業サラセン・インターナショナル社は現在はレバノンやウガンダで活動している2010年にはソマリアにて活動を行いプントランド軍の海兵隊創設軍事訓練や海賊対策の警備を担当していたが2011年に契約を解除されたエオシャと関係が深かったサンドライン インターナショナル社のティム・スパイサーは新会社イージス・ディフェンス・サービシーズを立ち上げ、同時多発テロ以降のイラク戦争にて、アメリカ政府から2億9300万ドルという巨額の契約を手にしたが、社員による民間人への発砲など不祥事を起こしている。エオ社の共同経営者であったトニー・バッキンガムは、エグゼクティブ・アウトカムズにおけるノウハウを活かして、 ブランチヘリテージグループの他に1992年にヘリテージオイル社を創立していたが2008年にヘリテージオイルがウガンダやイラクなどの石油開発事業でロンドン証券市場に上場を果たすなどの成功を収めた。エオ社はミイナス24等の兵器を運用し戦闘行為の代行を行っていた武装については特に生産過剰により安価となっていた。 東側諸国の兵器を採用していた。消火器は AK-47 や、マカルフ PM や,や、PKM や、RPG-7 などである。航空機や戦闘車軸についても、BMP-2 や、BTR-60、MIG-23、MIG-27、S-25 や MI-24 ハインドといった、ソ連製兵器を使用していた。 西側諸国の装備として採用されていたのは、負傷者輸送用のボーイング707やイギリス製のジープなどごく少数であった。なお、エオ社が使用する航空機は提携していたアイビスエア社が保有していた。一見敵対していたゲリラたちとさほど変わらない武装だったが、クラスター爆弾、ナパー,ーム弾、燃料気化爆弾などといった高性能爆弾が充実していたり、 赤外線式の暗視装置を採用していたほか、相手と同等の武器であってもエオシャ社員の高い練度と、型破りな戦法が上記の戦果をもたらした。後の PMC は、傭兵として扱われないために、民間人風の服装に、銃器や防弾装備などを身につける、PMC 装備に身を包むのが基本だが、エオシャのオペレーターは、正規軍の兵士たちと同様名裁服に身を包んで、 戦闘に当たっているなど一般的なイメージの傭兵に近い存在だった。しかし、エオジャはポルトガルなど関連国の迷彩服をコピーしていた南アフリカ軍第32大隊のものを使用しているため、オペレーターごとに一人一人違うデザインの迷彩服を身につけており、さらに白人オペレーターも顔を黒く塗り黒人に紛争していたため、紛争初期には どこの部隊であるか判別は困難だったという。タクティカルベストも第32大隊や国防軍特殊部隊旅団のものを主に使用していた。アパルトヘイト制作終了後の1994年、南アフリカ国防軍は組織故障をサウスアフリカンナショナルディフェンスホースに解消した。エオ社の使用した車両や航空機の多くは契約を結んだ国の所有物だった。 これらの爆弾も、車両や航空機と同様、契約を結んだ国が所有していたものを使った。ありがとうございます。